10月20日に行われるクライマックスシリーズファイナルステージの見どころを紹介セリーグは1位の阪神タイガースと2位の広島東洋カープが対戦パリーグは1位のオリックスバファローズと2位の千葉ロッテマリーンズが激突する阪神タイガース VS 広島東洋カープ2連勝の阪神はアドバンテージも含めて3勝とし日本シリーズ進出へ王手をかけた 崖っぷちに立たされた広島はここから4連勝するしか道は残されていない。阪神の先発は大竹幸太郎。今季は21試合で12勝2敗、防御率2.26の好成績。自身初となる2桁勝利を達成し、最高勝率のタイトルまであと少しだった。広島戦では7試合で6勝0敗、防御率0.57と圧倒しており、 この日も後頭に期待がかかる打線は2試合で10安打と決して好調ではないが勝負所での一本が出る第1戦では森下翔太が貴重な同点弾を第2戦では木並誠也がサヨナラ打を放った木並はここまで6打数3安打と当たっており第3戦でもキーマンとなるかもしれない一方の広島は床田博樹が先発 今季は24試合で11勝7敗、防御率2.19とチームを牽引。d n a とのファーストステージ第一戦では、6回途中8安打2失点と粘りの投球を見せ勝利に貢献。中5日でのマウンドとなるが、チームを救う回答に期待したい。打線では小園海人が好調だ。ファーストステージでは2試合で1安打に終わったものの、 ファイナルステージに入ってからは2試合連続でマルチ安打を記録し第2戦では技ありの先制打を放ったここからの逆転劇を演出する一打を放つことができるかここまで2試合で互角の戦いを見せる両チームアドバンテージを含めオリックスが2勝1敗とロッテをリードしているオリックスは東康平が先発東は今季10試合で6勝0敗 防御率2.06の好成績をマーク。昨季のデビューから7勝負けなしと急成長を遂げた右腕だ。ロッテ戦でも2試合で2勝0敗、防御率2.13と好投しており、ポストシーズン初登板での快投に期待がかかる。打線は2戦連続で9安打と好調。中でも注目はラオウこと杉本雄太郎だ。 2試合で7打数2安打と好調ではないものの、2安打はいずれもタイムリーだった。この試合でも勝負所での強さを発揮したい。一方のロッテは澤村宏和が先発。10月6日のオリックス戦では、やはり先発としてブルペンデーの先陣を切って1回無失点に抑えて対勝に貢献した。ファーストステージで3連投のフル回転を見せてから中3日での先発登板となるが、 良いスタートを切って後続の投手にバトンを渡したい。打線の注目は安田久則、ソフトバンクとのファーストステージでは第3戦のサヨナラ打を含む10打数4安打3打点、オリックスとのファイナルステージでは7打数3安打3打点と大舞台での強さを見せつけている。逆転での日本シリーズ進出へ向けて、打ち続けることができるか。